はい、英雄伝説始まりの奇跡実況プレイパート58やっていきます。まあ、58としてやっていきます。ビーチのミニゲームのやつね、なんかヒロインたちと2人っきりで過ごすみたいなイベントがあったんですけども、それはちょっとね、全部集まってからちょこちょことおまけとして動画にね、していこうかなと思って、まあ、ちょっと、お楽しみにしといてください。で、まあ、他のミニゲームとかね、イベントとかやっていこうかなと思います。で、今回まだ触ってない、この奇跡でポンってやつ、これ、何クイズ？うふふ。次のお客様、どうぞ。ようこそ迷える羊さん。あなたはここがどこかわかるかしら？いきなりうまくならなくなるよね。やめて。奇跡でポン。ふふ。今回はベリル編よ。他のがあるんですか？準備はいいかしら。問題よ。はい。オーバルギア整備。有田父ちゃん。なんつ。ふふ、見事ね。問題よ。クロスベル警察があるところ。行政区。やるじゃない。わかるかしら。アストライア女学院アエリーゼの武器はレイピアですね。やるじゃない。次はこれよ。P が傘消失してた西風の旅団。正解よ。わかるかしら。アルゼイド主爵の、光の検証。正解よ。わかるかしら。エーステルカシュス。正解よ。次はこれよ。ブレイブオーダーは3から。ふふ、見事ね。問題よ。彼女の妹7じゃなかったっけ？ 7 と9じゃなかったっけ？正解よ。次はこれよ。楽器、ハーモニカ。ふふ、見事。問題よ。ポールズ第二分校は、リーブス。うふふ。まだまだ行くわよ。ラウラ。ビクター。ビクター・エス・アルゼイド。ふふ、わかるかしら。北野良平。やるじゃない。次はこれよ。え？クロスベルにあるの？あ、村か。アルモリカ村ってさっき言ったね。前言ったね。問題よ。正式な恋人じゃないのはここじゃね？正解よ。まあ確かに。問題よ。え？イントロップ。当たったー。見事ね。寝ている仲間の口の中にこれを放り込んでそうと面白い。確かに驚いた。詰まって死んじゃうよ。全問正解よ。ふふふ、よくできました。奇跡で難易度が増える。それじゃあ始め。あ、難易度変えなかった。ないの？ちょっと待って。もうやるじゃない。次はこれよ。もうこれもう覚え芸じゃねえか。やるじゃない。ふふ、わかるかしら。うん。はい。ふふ、見事。問題よ。はいはい。だけ出た。ふふ。次はこれよ。微妙に変えてきやがった。ふふ、わかるかしら。帝国にある施設。ロレックの利用さえ。やるじゃない。ふふ、わかるかしら。リンシュバルツァー。似てるの前にいっぱい残しやがって。ギブス。やるじゃない。ふふ。わかるかしら。え、幾千万の夜を超えて。ふふ、み、次はこれよ。ティータと。あれ？違った、ラッセルだった。ティータラッセルだもんな。そうだ、そうだよな。クリアノス。うふふ。まだまだ行くわよ。熊。やるじゃない。問題よ。だね。正解。ルークオブジェロ。ふふ。わかるかしら。エスタロッサ。やるじゃない。問題よ。スネアクローにスネアクロー似てたもの。すごいじゃん。この未来は似てたんだもの。まったくやってくれたな。勝手に引っかかったんだけどさ、俺がさ。あ、昔、空の奇跡のサードの方に、で、カンパネルラがやってたらしいです。はい。いや、こっからいろいろイベント見に行ったら長くなりそうだけどな。まあ、数分無駄にしたからな。いいか。見よう。では、女学院の受験簿、マイカと浦島剣士。ちょっと適当に流し読みしますね。アストライア女学院。あの対戦が終わって半年近くが過ぎた。臨時休校していたアストライア女学院も再開してから随分経つ。最近はクロスベルで事件があったり、王子殿下がご結婚されたりもしたけど、結局私たちが暮らしているのは戦争前と変わらない退屈な日常。そう、これが私の世界なんだよね、残念ながら。マイカっていう子が主役の話？誰？ん？あ、ウェインの妹。昏睡事件って言うと自分の中では空の奇跡で似た事件がねあったんですよね。おい、一番左。おかしいからな。俺にはわかるぞ。よくその位置から外見えたな。しかも下でしょ。見えるにしたらそれ窓の位置無理ねえか。エピソード女学院の受験簿。いや、もう俺にからしてみれば、その窓、あの位置から窓の下、覗けたのがもう事件だし、これも、もう事件だし。あ、その調査できたのね。青髪の子って別にそんな名前変えなくてもわかるからね。じゃあ別に来るのじゃなくてある程度連れてくればやったじゃん。足の開き方がもう男だもん。なんと言えばいいのか。どういうこと？声。本当になぜこんなことに。声。遡っちゃったよ。やはり貴様の企みか。お前絶対楽しみたいだけだろ。背高えもの。あ、それで面白すぎるだろおられたぞ、消せ。なるほどね。シアと申します。来い。かような不安に苛まれる皆様の心情お察しいたします。お前の心情が一番お察しいたしましたよ。この一件私たちで必ず解決してみせましょう。短い間となるでしょうがよろしくお願いしますね、マイカさん。カレンダー想像以上に。おかしなことを言っただろうか。心の声ぐらい別に苦しさじゃなくていいんじゃないですか。ややこしくなってきたよ。この指は怪しいね。別にエリアと来るんだったら来るといら来なくてもよかったですよ。やっぱなんか怪しいことに巻き込まれてんな。結局追うんだね。はいはいはい。まあ、受注ハッカーの指輪がアーティファクトなんだろうな。女装は共通点とかじゃなくて、もう前の左にある違和感以上何者でもねえだろうがよ。女学院のもこれ当たり前だし、これ中等部でしょうね。あれアイリスか。うわー、じゃあせっかくなんで。アイテムは固定ね、了解。やっぱ女装したままなんだ。黒き聖杯。よし、参ります。せいせいせい。どういう状況だよ、本当に。面白いな。よし。せい。よし。普通に探索型のイベントか。魔物。え、ここでは声このままなの？どういうこと？そこは統一しようよ。私の番ね。あ、アナルスのせた。え、あ、ない。待てよ。ってことは、ミュゼで、あれ？アナルスできない？あれ？僕の番だな。アナライズができない。行くわよ。僕の番だな。あ、だからエリオットを連れてくればよかったのか。失敗したー。ところでクルト君のせい、あ、本当だ。飛躍の効果が切れてしまいましたか。しまったー。そっか、ノート。ノート開けねえし。気にしなくていいのかな。まあ後でもう一回これを見てエリオと連れてやればいいのか。しまったー、意識が足らんかった。ねえもんなー。多分敵の強さを考えるとおいおいどこで戦うってことないと思うんだよね。まあいいや。じゃあ一旦ここで一区切りにしますと。だってね、女王学院内部の事件、まあ間違いなくここが影響しているっていうのは分かってるんですけどもね、マイカって子が、これ以上危ないことに巻き込まれてなければいいんですが、まあとりあえずね、早いところ彼女と、合流していきたいと思います。では、英雄伝説始まりの奇跡実況プレイパート58、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見ていけるな。